はい、仙人です。こんばんは。いやー、もう7月27日、毎日暑いですね。もう8月も近いんでね、もう深山は取れてます。もう山に行ったり、雑木林に行くだけで取れます。雑木林のある道ね、歩いてるだけで深山落ちてると思いますよ、もう今ね。意外やね。私ら竿でこついたりね、しながら一生懸命撮ってますけどね、拾えると思いますよ。道に転がってるんちゃいます？とは言ってもね、山の中に一歩入るとね、いろんなところに虫がついてるんですよね。これね、ああ、高いところについとんな、これ。これまた、皆さん一緒に見ていきましょう。ペアでおるな。深山見つけたら必ずこういう状態ですね。この状態で落としてもね、メスだけは飛んでいきよるんですわ。部屋で取れないんですよね、なかなかね。それにしても高いとこついとんな。取れっかな。うまいことペアで落ちてきよった。よかったね。え、大概ね、メス飛んでいくんですけどね。カブトムシ愛を語らってるね。カブトムシもね。他は何かいないかね。他には虫ついてないな。見渡す限り、このカブトのペアのみですね。この木ね。そっとしておきます。おっと、赤いやつ来ましたね。おっとおっと、この後の行動が気になるんでね、ちょっと撮影してみますね。ほれ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 、餌の重量どうなんだ。餌の取り合いなのか、メスの取り合いなのか、どっちなんですね。おー、同じ大きさですね。赤いやつと黒いやつとね。やってる。さあ、どっちが勝つんでしょうか。おっとっと。おっ、おっ、おっ。おっ、おっ。おっ、おっ。やっとやったね。この側は離れようとしませんね。あっ、赤色のカブトの勝ち。これ飛ばしてしまいましたね。なんと樹液ですか、これは。あ、違うわ、メスでした。そっとしてきますね。本命の深山出てきましたよ。もうね、8月も手前、折って当たり前なんですけどね。いやー、記録更新にはならんな、これはね。他はどうかな。大きいのついててくれたらいいんですけどね。皆さんもそう思うでしょ。どうだ、おった、金毛のついた深山です。でもね、70はないっすね、これね。73と言わず、これ90ミリぐらいの深山おらんかいや。ねえ。いるわけないっすよね。おっと？今の何？これは、ノコギリですね。水牛ですね。いや、これ久しぶりに見たなぁ。他はね、ついてないみたいですね。落とそっか。いやー、今のところね、深山のオスが3匹、メスが2匹で、ノコギリが1匹でしたね。これもね、上の高いところにね、これ皆さん見えます？あの黒い点、ゴマみたいなやつですね。これですね。しますね。これ何でしょうか。
何ですかな、武蔵くん、大和くん、これは何でしょう。この虫は何でしょうか。美山のメスですね。武蔵くん、大和くん、私の勝ちです。へっへー、落としても飛んでっちゃうもんね。この高さですもんね。けどちょっとやってみます。当たり、飛んでったね。逃がしたね。いやーね、やっぱり飛んでいけるもんね。辛いね、高いとこにいるやつはね。なんかいるね。おっと、これバタバタ刺して、おー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 おお、あ、ミヤマですねこれ。あー、中に重機を吸おう思って中に入ろう思ってるんですかね。なるほど、これをするからね、金毛が取れてしまうようにゃ。ツンツルテンのやつおるもんね。こんなんするしやん、上手にね、樹液すればいいのにね。金毛がついてね、かっこいい姿でいられるのにね。いやー、深山に行ってもわからないけどね、金毛を残してもらいたいですよね。できるだけ傷つけないようにね。かっこいいですもんね、金毛がついてるとね。やっぱりいますね。いるいる。いますね。これは、ミヤマンか、ペアか？あ、ペアでいるね。結構でかいっすよ、これ。これは、やったやろね。いやー、記録更新は無理かな。また高いとこですね、これね。いやー、これ何匹飛び寄るんやろな。いやー、これ結構ついてるね。これこれ。これ裏にもついてるからね。1、2、3、4、5、6、7匹。メス入れて7匹ぐらいいるんちゃいますかね。ね、竿で、まあ見えてるやつ落としてね。あとは蹴りでね、キックでね、落としてみましょう。結構な数になりますよ、これは。この木だけで、ほとんどタッパいっぱいになるよと。ねえ、これ。見てください。ねえ、個体が多いですね。ねえ。まあ、測ってみないとわかんないんですけどね。更新無理かな。73ミリはいないでしょう。この子ら全部72ミリやったらいいとこちゃいますかね。まあ、ちょっと大きなタッパーに移し替えますね。オフィスがあったらね、わかるんですけどね。ま、さっさと入れ替えて家に帰りましょう。帰ってきました。アブさん、70ミリくらいの個体はね、この中にいると思いますが、73ミリは厳しかったかな。大和くん、武蔵くん、いつも動画見てくれてありがとう。これからもよろしくね。上ちゃん、この間は対馬のお土産ありがとう。今回の深山、73ミリと記録更新の個体はいないですけどね。まあまあ、そこそこいい個体は取れてます。これね、今回もね、オークションに、ヤフオクにね、出品するっていうことでね、取りに来たんですけどね。次はね、プレ企画に出せるね、虫を取りたいですね。またね、皆さんにね、プレゼントしたいですね、これね。いやいや、取れんかったらどうすんの？ね、取れたらの話ですよ。去年もね、今自分ね、プレゼント企画のね、個体を探し求めていましたよね、これね。まあ結構、今日もね、取れましたね。日中はね、去年は暑かってね、仕事もね、やりにくいぐらい暑かったっすよ。
ただね、夜になるとね、少しでも涼しくなるんで、まあ暑い言うたら暑いんですけどね。こうやって来れてるんですけどね。日中と同じような暑さやったら多分無理ですね、僕もね。皆さん、みんなしんどいと思いますけどね。でもまあ、これだけ、今上がったら取れますんでね。皆さんもね、ぜひチャレンジしてみてください。アブさん、サンタイさん、いつもコメントありがとうね。これくらいやっぱり取れました。サンタイさんもたくさん取ってくださいね。ワージンさん、オミオミさん、記録更新はね、まだまだ先になりそうですね。ね、このままね、ミヤマもね、ずーっと取れてくれればね、いいんですけどね。なんか、ノコギリのようにね、今はもうね、なかなかお目にかかれないような状態になってますんでね。ならなかったらいいんですけどね。アナキンさん、これどうですか？結構ええ見えまでしょ。まっちゃん、取れてますか？みやま。まっちゃん、平田ばっかりですもんね。みやまは興味ないか。今年はね、みやま出てくるのでも早かったからね。早くね、どういうんですか、早くみんな出すぎてね、個体が出すぎて、早くいなくなるんちゃうかな、思ってね、夏が早く終わるような気がして、ならないっすよね。二次発生でね、たくさん出てくれればいいんですけどね。こればっかりはね、わかんないですね。まあ、これもね、また、ヤフオクでね、出品してもらいます。本日の動画はここまでになりますが、何かお気づきの点があれば、コメントお待ちしております。最後までお付き合いしていただき、ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。